身を乗り出さないようによろしくお願いします。第1マッチはダブルスです。木下マイスター東京は加添健太と宇田幸也、ダブルスには定評があるプレイヤーです。岡山リベッツは森園正孝と三部合計、かつては全日本選手権で2連覇を果たしたペアでした。ものすごくレベルが高いゲームでしたね。そうですね、やっぱりこう戦う前にね、お話しした通りやっぱり超攻撃型の宇田、それを、まあ、例えばアシスト以上のやっぱりサポートしましたしね、はい、本当に1たす1が2以上になったと思います。ゲームカウント2対1で木下のペアが勝ちました。そして第2マッチはシングルスです。日本のエース16歳の張本と、そして韓国の17歳チョデソンの対戦でした。第1ゲームこそ張本が11対3で勝ったので格の違いを見せつけるかなと思ったんですが、とんでもなかったですね。そうですね、もう私もうこの試合は多分あと10回は見ると思います。そうですか。それぐらいの見応えがあるこのメンタルも含めて、グレーの駆け引きも含めて、はい、はい、素晴らしい出来でしたね、チョデソンが、はい。第2ゲームは11対10張本、しかしそこからチョデソンが9本、1本、7本で逆転勝利を収めました。渡辺さんはチョデソンが冷静にプレーをしていたことが非常に良かったと評価されました。はい、やっぱその自分のポイントにこう、まあ、自分のタイミングですとか自分の間に持っていくっていうのが、これがなかなかこうベテランでもね、できる時とできない時があるんですけども、チョデソンもこの若さでやっぱり淡々とこうやってそういうそこを探りながら最後こういうような相手が張本ですからね、で自分の流れに持っていった、これはもう本当に今日見てた人も含めて価値のある一戦だったと思います。はい、ゲームカウント3対2で岡山のチョデソンが勝ちました。そして第3マッチは丹羽孝希、東京2020出場を確実にしています。それから世界選手権の団体戦の日本代表の座を勝ち取った森園正孝、これも見応えありましたね。そうですね、もう本当に、まあ、いつも思うんですけれども丹羽のプレーを見ると本当にもう 見えてるなと、いろんなことが、はい、でそういう見えてる丹羽のプレーがこう間近で見れて本当に、まあ、ちょっとね流れは丹羽は本当にもう持ってっちゃいましたけれども、素晴らしいプレーが多かったですね。はい、丹羽は7試合ぶりの T リーグ出場でした。森園も懸命に後方工夫しながら活路を見出そうとしたんですが、丹羽の強さ、うまさが光りましたね。そうですね、まあ、特に、まあ、見えてる部分にプラスしてやっぱバックハンドが強化されてるなってすごい感じたので、まあ、本当にオリンピックも世界卓球も楽しみですよね。そうですね、丹羽がゲームカウント3対0で勝利。そして第4マッチは木下マイスター東京、今シーズンここまで9勝を挙げているベテランカットマン宝永長と、そして岡山リベッツは町飛鳥、開幕戦以来の対戦でした。このゲームはいかがでしたか？そうですね、まあ、1、2ゲームはなかなかこう準備が変化に対して準備できないなっていうところは見られたんですけども、3ゲーム目からの町は本当にしつこくて勝機もあったんですけどね、ですからやはりこう最後セブンオールです、レシーブで点数を取ってセブンオールで、ここからサーブっていうところでやっぱ取れなかったのが大きかったですね。はい、最終ゲームはセブンオールから10